コプト語、ボハイラ方言のコプト文字コプト文字は、コプト語を書くのに用いられたアルファベットである。ギリシア文字に基づいているが、コプト語で用いられる音でギリシア語にはない音を表すために、いくつかの文字が追加されている。これらの文字はデモティックから取られている。以下の7文字は、エジプト文字のデモティックに基づいており、さらにその起源はヒエログリフに遡る。これらのアルファベットは、 ギリシア文字には対応しない。かつてユニコードコンソーシアムではコプト文字をギリシア文字の遺体とみなしていたためコプト文字は U プラス 0370U プラス 03FF のギリシア文字ブロックに含まれ一部の文字をギリシア文字と共有していた。ユニコード点一以降はコプト文字を独立した文字体系として扱うことになり U 2C80U 2CFF に コプト文字専用のブロックが割り当てられた。ユニコードの今後のバージョンではこの新しいブロックのコードによって符号化するべきであるとされるは、すでにキリシア文字ブロックに割り当てられているものを使う。符号位置は以下の通り。ありがとうございます。